派手なしぶきを見せてやるぜ。もう派手派手な。この間ネズコは人を食ったりしてない。話が地味にぐるぐる回ってるぞアホが。人を食ってないこと、これからも食わないこと、口先だけでなくド派手に証明してみせろ。俺も派手に反対する。鬼を連れた鬼殺隊員など認められない。鬼滅児と遭遇している。あ、そんな、まさか柱ですら誰も接触したことがないというのに。こいつがどんな姿だった。ノリコ、場所はどこだ。かまどくん、肺を圧迫されている状態で呼吸を使うと血管が破裂しますよ。血管が破裂。いいな、響き派手で。よし行け、破裂しろ。使えるやつか使えないやつかくらいは分かりそうなもんだろう。イルマのガキはなかなか使いそうだかな。知らず側に派手な一撃を入れていたし、見込みがある。今ここにいる柱は戦国の時代、始まりの呼吸の剣士以来の精鋭たちが揃ったと私は思っている。渦井天明、渦井天明、渦井天明、渦井天明。こんな可愛い子を殺してしまうなんて、胸が痛むわ、苦しいわ。イグロさん相変わらずネチネチして蛇みたい、しつこくて素敵。始まりの呼吸の剣士以来の精鋭たちが揃ったと私は思っている。渦井天明、煉獄教授の胡蝶忍、甘露寺の釣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 。邪魔しなければ。おのれ、おのれ。あいつらのせいで取り逃がした。小生の獲物だったのに。なぜだ。どいつもこいつもよそ様の家にずかずか入り込み。腹立たしい。小生の獲物だぞ。小生の縄張りで見つけた小生の獲物だ。あいつらめ。あいつらめ。部屋が回転したんだ。これがこの鬼の血鬼術。屋敷全てが鬼の縄張り。なんだ、屋敷全てが鬼の縄張り。なんだ、妙な匂いが迫ってくる。ならば派手に首を切ってやろう。この間メズコは人を食ったりしてない。話が地味にぐるぐる回ってるぞアホが。人を食ってないこと、これからも。そんな、まさか柱ですら誰も接触したことがない。ダメだ。響き派手で。よし行け、破裂しろ。いる柱は戦国の時代、始まりの呼吸の剣士以来の精鋭たちが揃ったと私は思っている。渦井天明、煉獄教授。
まで。イグロさん、会いたい。あ、やってしまう。離れたところに一人ぼっち。疑問があるんですけど、親方様がこのことは把握してないとは思えないです。あ、くそ。あ、ちょっと私はすべて親方様の謎のまま従います。あ、間違えた。教授、校長を忍ぶ、はい、遅い。